こんにちは、シオンの群れ教会の吉川直美です。今日は9月22日、エゼキエル書8章1節から18節まで、最も清くあるべきところが忌み嫌うべきところになると題したところから言葉を聞いてまいります。エゼキエル書8章1節から18節。第6年の第6の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていた時、神である主の御手が私の上に下った。私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は青銅の輝きのように輝いて見えた。すると、その方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房をつかんだ。すると、霊が私を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。なんとそこには、私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ、目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入っていき、彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。私が入っていってみると、なんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言っている。さらに私に仰せられた。あなたはなおまた彼らが行っている大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうが、あなたはなおまたこれよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。そして
この方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて、東の方の太陽を拝んでいた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはこれを見たか。ユダの家にとって彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺している。だから私も憤ってことを行う。私は惜しまず哀れまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。エゼキエルは第一の幻の後、約14ヶ月後に再び幻を見ます。この、14ヶ月の間に預言者として認められていたのでしょうか。バビロンで捕囚になっていたユダの長老たちがエゼキエルを訪ねてきて、彼を通して主の御心を知ろうとしています。するとエゼキエルは幻の中で何者か、聖堂に輝くものにつかまれてエルサレム神殿に連れて行かれます。かつてこれは、一緒に出てきますけれども、ケバル川のほとりや谷まで見た神々しい幻と同じ栄光に満ちていました。そしてそこでまず彼は北の門に置かれた妬みを引き起こす妬みの偶像を見ます。そこに置かれていたのはおそらくアシェラ像でした。アシェラはバールと同じく豊穣の神様、農耕の神様ですね。こう豊かな実りをもたらす神、そのそばには神殿男所の部屋が並ぶような、そのような神です。そしてそのアシェラ像を最初に神殿に設置したのはマナセ王でした。このアシェラ像はヨシア王の宗教改革で一度はギデロン川で焼かれましたが、後の王によって再び作られて、この神殿の北の門の近くに置かれていました。神殿の北には王宮があって、王様が礼拝に行くときにはこの門を通ることになっています。つまり王もこの偶像を日々拝んでいたのです。先ほどのその神々しい神の栄光の満ちた場所で、王たちはその主の栄光を汚すような偶像を拝んでいた。これが妬みの偶像と呼ばれているんです。妬みというと神様が妬むというのは不思議な気がしますけれども、つまりそれは夫婦関係にその姦淫を持ち込むほどの裏切りであり、裏を返せば主がそれほどにイスラエルの民を、そして私たちを愛しているということですね。そして次にエゼキエルが見たのは、庭の入り口と壁の穴とその壁に刻まれた忌むべきものです。壁の穴から入っていって秘密の部屋に入っていくと、そこにはいろいろなさまざまな動物が壁一面にレリーフのように刻まれていました。中には這うもの、蛇のようなものもありました。そこでイスラエルの70人の長老たち、つまりイスラエルの子を全指導者と言ってもいいような人たちがそこに向かって香を焚いていたんです。どれほどイスラエルが偶像にもう偶像にこう支配されていたかということがわかります。そして彼らは、主は私たちを見ておられない、そんなふうに言っています。主はこの国を見捨てたんだ、だから主は私たちなんか見ていない。主がつまりこの光沢ということを、偶像に光沢ことを喜ばれないということを分かった上で、どうせ知ったところで気にもかけないだろう、見てもいないんだ、そんなふうに主を侮っているんですね。
そして3番目に、北の門その入り口でタンムズのために泣いている女性たちを見ました。タンムズというのはバビロンの、草木の神様、これもやはり多産の神様です。その偶像はギリシャ神話の美少年のような姿をしていて、夏の暑さで一度死んでしまうんですけれども、この泣き女たちがこう泣き叫ぶと再びこう復活する、そのようなものと考えられていたんですね。ですからその像を 一度、儀式としてですね、神殿の構内に埋めて、そしてまた掘り起こして、そのタンムズの復活を祝って、どんちゃん騒ぎをする、それが一つの宗教儀式になっていました。つまりイスラエルの女性たちもそういう偶像の虜になっていたということです。そして4番目の場面は、主のこの神殿の庭で行われている太陽崇拝です。庭といっても外庭ではなく内側の庭ですね。つまりそこは祭司とかレビ人しか入ることが許されていませんでした。25人ほどの祭司やレビ人たちが主に仕える祭司のその庭で太陽を拝んでいたんです。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てた。そして見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺しているというふうに言われています。このブドウのつるを自分たちの鼻に刺しているというのは、少し難しい解釈があって、太陽神に自分たちの息がこうかかって怪我さないように、こう息が漏れないようにしたというような儀式かもしれないし、あるいはこう神様の前で、このイスラエルの神様の前でこう悪臭を放っていたということを表していることもとも考えられます。どちらにしても、もう王であれ、指導者であれ、イスラエルの女たちであれ、そして祭司やラビ人たちであっても、皆この主の栄光が輝く神の宮で、主ではなくて偶像の神々を拝んでいたことが明らかにされています。いかにイスラエルの信仰が国全体に及んでいたのか、そしてどれほど汚されていたのか、エゼキエルは見せられたのです。弁明の余地もないほど偶像の神々に溺れ、最も聖なる場所であるはずの神の宮が主にとって忌むべき場所になってしまった。だからもうそこを神様は守る必要はないんですね。ですからバビロンに蹂躙されるままにされてしまう、もう裁かれるべくして裁かれたとしか言いようがありません。私たちもこの日本は自然崇拝や民間宗教に取り囲まれて生活しています。町を歩けば狐が祀ってあり、お地蔵さんがあり、イワシの頭もこう神事の対象となります。蛇の抜け殻をお財布に入れておくとお金が貯まるとか、風水であるとか、あるいは現代であればこうパワースポットのような場所に行くとか、朝から情報番組は今日のラッキーアイテムは何々ですと余計なことを教えてくれます。またこうして分かりやすい偶像だけではなくて、主に妬みを起こさせるほど私たちが心を奪われてしまっているものが実は隠れたところであるのではないでしょうか。主以上にこれは手放したくない、これがなければ自分は生きていけないと何か思っているもの、主の御言葉以上に熱心に耳を傾けてそれに聞き従おうとしてしまうもの、気に入られようとしてしまうもの、その主の御言葉に聞き従うよりもこの人の言葉に聞き従った方が人生こう楽に歩めるんじゃないか、そしてそれはもしかしたら教会の中に宗教的な行為の中にも入り込んでいるかもしれません。もしそのようなものが入り込んだまま礼拝を捧げるなら、教会であったとしても主は顧みてくださらない、そのようなこう場所となってしまうということを厳粛に私たちも受け止めなければならないと思います。
今の私たちは進展どこでしょうか。エルサレムでもない、実は教会でもない、私たち自身ですよね。私たちが主の宮、聖なる神の宮であるというふうに言われています。そこは神様が住まう場所、聖霊が住んでくださる場所ですよね。でもそこに他のものを住まわせてしまったとしたら、神様は妬まれますよね。自分が住むべき場所、自分が私たちとの愛の関係においてこう共にいてくださる場所であるのに、そこにいろんなものが入り込んでしまったとしたら、神様はどれほどがっかりされるでしょうか。そしてそれを一掃しようとされると思うんです。妬む神というと束縛する、支配する神様というイメージを持つかもしれませんけれども、それは私たちがどれほど神様が私たちを愛しておられるか、その愛を過小評価しているからではないかと思うんです。神様は妬んでくださる神様なんです。こんな私のこう心の内に他のものがあることを妬んで、そしてそれを一掃させてくださる神様なんですね。お祈りをいたします。主、あなたの神、あなたの愛が、あなたと私たちの関係が他のものが入り込んだら妬むほどに深いものであるということに感謝をいたします。主よ、私たちの心に、また私たちの礼拝にあなたに妬みを起こさせてしまうようなものが入り込んでいないか、どうぞ探って調べてください。あなたの宮である私たちの心に他のものを入り込ませてしまっていないか、他のものを崇めて頼っていないか、あなたを片隅に追いやっていないか、私たち自身があなたの忌み嫌うものになってしまってはいないか、どうかあなたが御言葉と聖霊を持って探ってくださり、聖霊様が本当に喜んで住んでいただけるような、そのような私たちの心に整えてくださいますようにお願いをいたします。私たちのうちに住んでくださる聖霊様を覚えて、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。